メーガン・ザ・スタリオンはアメリカ合衆国のラッパー、歌手、ソングライター、ヒップホップミュージシャン。なお、名前の発音はメーガン・ザ・スタリオンで、日本語ではミーガン・ジー・スタリオンの表記も見られる。2016年、サウンドクラウドで音源をリリースするようになり、2018年に300エンターテイメントと契約する。2019年、初のフルレングスミックステープフィーバーをリリースし、 批評家から絶賛を受けた。2020年にはビヨンセをフィーチャリングしたシングルサベージのリミックスとカーディビートのシングルワップがいずれも全米ナンバーワンヒットを記録し世界的に知られるようになる。同年タイム誌の世界で最も影響力のある100人のリストに選ばれた。ライブでのメーガン・ジー・スタリオン1九9五年二月十五日メーガン・ザ・スタリオンは テキサス州ベア郡で生まれ、ヒューストンのサウスパーク地区で育った。母親は、ホリーウッドという名前でラッパーをしており、メーガンを保育園に入れる代わりにレコーディングセッションに参加させていた。メーガンは14歳の時に、母親と一緒に、ヒューストン郊外のテキサス州、ピアランドに引っ越し、18歳まで住んでいた。2013年には、ピアランド高校を卒業している。 2013年、プレイリビュー A&M 大学の学生だった頃に、メーガンがサイファーで男性の対戦相手と戦っている映像が流行した。この映像をきっかけに、メーガンはソーシャルメディア多数のフォロワーを獲得する。メーガンは高身長で、体格も良く思春期に、種馬と呼ばれていたため、メーガンザ・スタリオンという芸名を採用した。2016年4月、メーガンはデビューシングル、 ライク、エースタリオンをサウンドクラウドでリリースする。2016年後半には、リッチラ・チェット、2017年初頭に、メーガン・ミックスなどのミックステープをリリースした。2017年9月、メーガンは初の商業作品となる EP、メイク・イット・ホットでデビューを果たす。2018年初頭、メーガンは1501サーティファイド・エンターテイメントと契約する。3月には、 SXSW でパフォーマンスを行った。6月、10曲入りの EP、ティナスノーリリース。ピッチフォークなどの批評家から好意的な評価を受ける。2019年5月17日、初のフルレングス作品となる2作目のミックステープ、フィーバーをリリースする。アルバムは批評家から高い評価を受け、いくつものメディアの年間ベストリストに選出された。6月20日、 メーガンは XXL の第12回フレッシュマンクラスに選ばれる。8月9日、ニッキー・ミナージュとタイララ・サインをフィーチャーしたシングルホットガール・サマーをリリースする。この曲はビルボード・ホット100で最高11位を記録するなどメーガンにとって初のヒット曲となった。2020年初頭、所属レーベル1501サーティファイドとの契約再交渉を試みた結果、 EP 菅の発売が延期されてしまう。その後レーベルとの交渉が泥沼化し、裁判官がレーベルに対する一時的な接近禁止命令を下した。3月6日、メーガンは1501の意向に反して EP 菅をリリースする。収録曲サベージが TikTok でバイラルヒットし、4月29日には同曲のビヨンセをフィーチャリングしたリミックスがリリースされ、 ミーガンにとって初の全米ナンバーワンヒットを記録する。8月7日、カーディビーのシングル、ワップにフィーチャリングで参加し、ミュージックビデオにも出演する。性的で露骨な歌詞と過激なミュージックビデオが話題となり、政治家までも巻き込む論争に発展するなど、社会現象となった。同曲は、ビルボードホット100で1位になるなど、世界的な大ヒットを記録する。この曲は、 女性の性的抑圧を解放する社会的意義を持つアンセムとして、批評家から極めて高い評価を受けた。音楽メディアが発表した年間ベストソングのリストでは、ピッチフォーク、NME、ローリングストーンなどが1位に選んでいる。9月、メーガンはタイム誌の世界で最も影響力のある100人のリストに選ばれた。11月20日、デビューアルバム、グッドニュースをリリースし、 全米2位を記録する。ライブでのメーガン G スタリオンメーガンザスタリオンは、大学を休学した後、テキサスサザン大学で保健管理学の勉強を再開しており、2020年現在も大学生である。メーガンは日本のアニメが好きであることを公言していて、自身の SNS 上に、僕のヒーローアカデミアのコスプレや、鬼滅の刃のネイル写真などをアップしている。 2020年7月15日、メーガン・ザ・スタリオンは、車内で交際中の鳥、レーンズから銃撃を受けたと主張している。事件のすぐ後に車は警察に止められ、鳥、レーンズは銃の容疑で現行犯逮捕された。メーガンは足を負傷し弾丸を取り除く手術を受けている。当初メーガンは鳥、レーンズをかばい、割れたガラスの上で足を負傷したという報道に反論せず、 警察にも言わないでいた。しかし、事件の真相を疑う報道が出ると、鳥居、レーンズがメーガンとそのチームが彼を、はめようとしていると主張し始める。そこでメーガンは、事件の真相を明らかにしたが、鳥居、レーンズはこれを否定した。主なアルバムとミックステープ、ありがとうございます。